遥か昔、まだ地球がたくさんの国に分かれていた頃、平和という名の天秤が微妙なバランスを保っていられた頃、だが天秤は気まぐれに傾く。戦いは始まった。当時最も大きな2つの国、機械を操る国と魔力を操る国、今となっては戦いの理由さえもわからない。戦いは地球全土を巻き込み、ほーら見ろステア、やっぱ俺の言った通りだろうが。ライデン、あんたの勘ってのもたまには役に立つのね。たまには余分なんだよ。そうです。まあそれはいいとして。よくない。いいの。んなことより今回のターゲットは何なのよ。そう慌てるなって、今回のはすごいぞ。これが今回のターゲットだ。なになに？そう、100万クレジット。砂漠港12番発着所にて引き換えってことだ。100万クレジット、マジ？マジ。やりましょう。そうこなくっちゃな。本当にあった。ほーら見ろ、俺の言った通りだろ。あ、誰よ。こいつはいただいてくわ。あ、待て、100万。
もう逃げられないわよ、このコソ泥。これで追い詰めたつもりかい。なんだありゃ。あなたですか。わざわざ私を呼び出した。あんたがアークかい。悪かったな、こいつらがしつこくってさ。私は騒がしいのが嫌いでしたね。ガーベラとやら石はあるのでしょうね。ああ、こいつだろ。ゴーレム、調べてください。いいでしょう、乗ってください。ちょっと、そいつは私たちが見つけたのよ。私はその意思さえ手に入れば相手は誰でも構いません。発信してください。おお、さあ来た。ああ、ここまでバカにされたら黙ってられないぜ。意地でも追いついて目に物見せてやる。奴ら一体どこに向かってるんだ。フィリア、ガイストにわからないかしら。ガイストさん、わかる？北の火炎山を迂回してその向こうの大砂漠に向かっているようだって。そうか、一旦港に戻ってるんだな。よし、俺たちは火炎山を突っ切るぞ。
か通り過ぎたようですわね。よし、あとは遺跡を抜けるだけだ。ちょっと、まだあんの？あの遺跡の向こうに砂漠があるわけね。ん？ガイスト、どうしたの？ガイストさんがあの砂漠は良くないところだって。はあ？何よそれ。あの砂漠っていうのは魔法帝国の都市のあった場所だったんだって。で、帝国が負けそうになった時、帝国が使おうとした最終兵器が暴走して世界を破滅に導いてしまったの。その時の力が未だにこの土地を草も木も生えない雨も降らないところにしているんだって。なんか嫌な感じ。まあ、とにかく先に進むぞ。遺跡。誰よ、敵は少ないっつったの。やつら機械兵器をばらまいてきやがったな。ライデン様、あの兵器たち外見は機械でしたけど中は魔法の力で動いてたみたいです。つまりガイストと同じ魔法戦争時代の技術ってこと？ガイストさんほど上等じゃないそうですけど。やつら。
あんたたち、いい加減しつっこいんだよ。またあなたたちですか。やっと追いついたぜ、アークさんよ。少しは身の程をわきまえるべきですね、ゴーレム。なんだと？おお、同型の騎兵ですか。まあいいでしょう。もうあなたたちには私を止めることなどできはしません。なぜ助けた？お情けか。そうですわ、私というものがありながらこんなおばさんに。だ、誰がおばさんだ。うんだ、おばさんだからおばさんって言ったんだもん。可愛くない子。あのね、まあともかく礼は言う。あんた名前は？俺が？俺はライデン。ライデンか。まだ奴を追っかけるつもりか。当たり前だ、こんな面白そうなこと放っておいたら男が泣くぞ。ライデン様、素敵。まさかここまでやってくるとは。あなたたちを少しばかり甘く見ていたようですね。しかしこのゴーレムは今までの雑魚たちとは違いますよ。
貴様らだと我が体さえあれば。私は千年待ったのだ。ついに使命を果たす時が来た。使命だと？貴様一体？この世界の全てを破棄、それが私の使命だ。千年前は発動を急がされたために正常に活動することができなかった。千年前？まさかあなたが魔法帝国の最終兵器？正確には私とこの体が。だが、け、迷惑な話だ。私は千年前の暴走で放出した力を取り戻すために長き眠りについた。しかしこのユニットがその間に持ち出されていてね。ユニットを探すために機械文明の遺産を使ったりした。それももう終わりだ。全てなくなる。私のこの手でな。帝国の勝利だ。ちょっと一体どうなってんのよ。ともかく奴が味方だとは思えない。やっぱり全然儲からなかったじゃない。ま、いいじゃないか。面白かっただろ。これだもんな。ああ、私の100万クレジット。でも、なんでアークさんはあんな風になったんでしょうね。そりゃ、あたしがやったのさ。え？あは、おばさん。うるさい子だね、まったく。なことよりこいつを見てみな。これはあの宝石？そう、アークに渡したのは偽物だったってわけ。見せた時は本物だったけどね。それで体がコントロールできなかったんですね。まあまともに復活してたらあんたたちじゃ勝てなかっただろうな。じゃあ俺たちはあんたに助けられたわけか。いいさ、私も助けられたからね。本当に？ねえねえ、ライデン、これきっと高く売れるよね。そうだな。あ、ちょっとガイストに調べてもらおうか。あ、なるほど。じゃあ、私はこの辺で。ちょっと待てよ。この石、
本物だろうな。え、当たり前じゃないか。ライデン様、これ偽物だって。待ってよ、私が人を騙す人間に見えるかい？見えるわよ。じゃ、そういうことで。待て待て、アーバよ、待てってば。